はい、今回はね、デイリー読む時の味わいカレーパンという、こんなでかいカレーパンです。ちょっと赤いのがありますけど、これはあの赤いやつってのは、ね、胡椒かなんかのスパイスでしょうね。ではいただきます。うん。ほら、空洞がしっかりと空洞になってて、なかなか美味しい味わいですね。で、こうしっとりとしてて、うん。中までちんと。あと美味しいし、俺も。これはこれでなかなか、いい味なんて、うん。これは食べ応えがあって、なかなかいいね。しかもデリアバザキというところってのは、焼きたてなんですよね。パンでも、まあ弁当でもそうだけど。で、そのまま、まあ、直接工場みたいになってるんですよね。だから、大体出してくるのが夕方頃とか、朝だと3時頃。まあ、朝というか深夜ですね。その時にパンを焼き上げて、それでお店に出すんですよ。で、売り切れるとすぐ、また焼いて、で、焼き上がったやつを作って、焼き上がったやつをまたお店に出すと。そういうやり方なんで。だから、ある意味その、遠くからこうパンをわざわざ工場から運んでくるって、そういう手間のロスを防げるわけですよ。もう材料さえあれば、しっかりできちゃうから。コンビニの中に。だからそういうところがいい。その手作り感みたいなところがね、いいんですよね。なんでこの、ふっくらとして、カレーの濃い味ってのはなかなかいいなって思います。どうもありがとうございます。